コラボス、大阪五十山。パオ。時刻は8時2分となっております。今日はここじゃん山辺口バス停にやってまいりました。今日は、山下駅からバスに乗せてもらうことが叶いまして、乗せてもらうってなんかいつものバカ言うてるみたいな。もうねめちゃめちゃここまで来るのにヘロヘロになるんですよいつもね、遠いんでね。今日初めてやなくて、そうやで、乗せてもらったという言葉にこれは違いはない。そして今日はここからケンピさん、はい、親玉から説明ですね。ケンピさんに行って、はい、横山だけ行って、はい、横山、そこから三山、三山ね、あの深い山と書いて三山ね、そこから瑠璃渓、瑠璃渓温泉、温泉入って帰ります。はい、帰りは瑠璃渓の送迎バスに乗る予定であります。はい、今日のちょっと一つ問題点というか危惧がありまして、それは、横山岳から三山まで行く正式ルートが分かるかどうか、これが私一番今日心配しているところであります。さあどんな一日になるでしょうか。それでは今日も元気に行ってみよう。のどかやね、田んぼのいい匂いがするわ。うん、稲刈り終わってるよ。そうやな、稲刈りの匂いするよ。いい景色やね、うん、日本の秋って感じ。わあすごい、めっちゃ田園風景。大阪です、ここは。ああ、なあ、すごい。8時44分です、はい、距離は 3.8 キロバス停から、はい、これより行者道、はい、そこにお手洗いが終わりました、はい、地獄に仏でした。セーフ。あ、今や。そうやろ、すごいね、ギャグレード金ね、ここ欲しくてね、覚えてんねん。でかい。ねえ、立派な。大日如来像やって。うん。りゅうちゃん、見つめてもらってる感じするわ。こう、上からね、ありがとうございます。大日位は。うん。すごい覚えてる。支えてんな、これ。なんかご利益あるんかな。大きいね。行者さん。岩だらけやな、でっかい。そういうあれやろな、山だよな。こんな大きいな。うん。あったな、うん。ここもそうだ。おお。これが行場だらけなの。おお。すごいね、今。うん、あ、ほら、あの、ビ
ビレのほらかけるとこ。ほんまや、これ登んねや。そう、60センチなんちゃうか。岩だらけです、うん、立派な岩やで、どれも道はすっごい踏まれてて歩きやすいね、うん、あおお。しっかり風抜けそうやわ。うん、うん、今無風ですけどね。かすかにちょっとそよいでるかも。もう快適やね。うん、本当快適。虫おらんからな。いやもう本当にせっかく気張ってオニヤンマつけてきたけどね。オニヤンマついてます。はい。オニヤンマストロー、うん。いや快適。うん、虫に登っとったわ。しんどいんか。うん、こんなもん。しんどいんやったらしんどい言えよ。うん、快適。あ、しんど。はい、9時38分、距離は。距離は、5.9 キロ。はい、6時像にやってまいりました。よいしょ。すごい良さしてる。あ、それか。これや。三角点は。これちゃうんか。三角点。あ。やりました。はい。時刻は。消防やった。うん。なんか違うところにあったはずやで。もっと向こうか。岩のところに。そうやそうやったな。うん。これでも一応。天秤さん。9時49分、距離は 6.3 キロです。登頂。大阪登頂者第26段。タッチ、イエイ。イエイ。タッチ、イエイ。朝ごはんしましょう。はい。あー、曇ってる。いつもこんない。あー、でも神秘的やん。あ、ここにもあるで、なんかミスターケンビって書いてある。マウントやで、ゆうちゃん。あ、マウントや。ミスターやで。アホか、俺は。マルカシオル。ミスター。ミスターケンビです。うわー、めっちゃ曇ってる。そう、私あれいいね。今日の弁当はおにぎりと、何かな今日のお弁当は。バカ。鶏ももとエリンギ、じゃがいも、トマト、アスパラ、人参のオリーブオイルガーリック炒め。これちょっと痛恨のミスをやってしまったかもしれん。確かピンポーン。手でいただきます。手でいただきます。うん、拭いたから。うん、美味しい。時計4キロって書いてある。はい、10時20分再スタートです。はい、さらばケンピさん。うん、ミスターケンピ。はい、分岐点です。10時28分。横山の方へ向かいます。はい、これをまっすぐこっち行くと横山の方ですが、今日は深山の方に行くので、はい、この反射板のところを入っていきます。はい、これは地図にはないルートなんで。いよいよですね。はい。ドキドキしますね。ここまでが快適だっただけにちょっとね、どうなるのか心配ですね。いや。このススキがね、出始める季節っていうのが初めてでね、混乱して出てくるんやってね。ほらほら、でこれ混乱して出てくんねんで。へー、ほら
普段意識してないんやけどね。うん、よし行くか。はい。あー、うまくいきますよね。ラム。確かにこれは道わからんわ。あ、テープあるでしょ、これ。えらい、何の道しるべもないようなとこ出てきたで。これだ、ある意味すごい別の怖さがあるね。道のないところを進んでおります。行く人おらへんやろ、あんまり。そうなんかね。いや、あっちの方はちょっと打ち落としてて怖いよ。ああ。方向さえちゃんと分かったら。この稜線に立って、ずっと降りていくようにすればいいような感じですね。テープ。ちょっと虫が出てきました。そうだね。こう川がもうやっぱり荒れちゃう。うん。ハッカスプレーします。でも思ったよりおどろおどろくない道で、うん、助かりました。ここまで来るとテープがありますね。はい。あそこにもある。うん。うん、ほんまや。はよ行けよ。上手に渡りました。行きます。水がねすごく綺麗ですね。長ズボン履いてこんから速攻蚊に刺されてます。あのね、この道ね割としっかりテープとかついてて、あの地図にないルートとは思われへんくらいちゃんとした踏み跡がついてるんですよ。何を言ってるかと言いますと、横尾さん、はい、ここの道がね地図にはないんですよ。そうなんですよ。これ見てたところ、この赤いのが今我々が辿ってきた奇跡です。なんかもうすぐねその補正器のルートにぶつかりそうやね、うん、はい。このルートを行ったっていう人のあの登山器みたいなのをたまたま見つけて、でちょっと真似していってるんですけど、思ったよりねすごいしっかりした登山像がついてて、おまけになんかすごいなんか森林浴空気が美味しいんですよね、この一帯ね。若干虫は飛んでますが、もうなんだろう、あの思いもよらずいい山歩きを楽しませてもらってる感じです。もっとおどろおどろしい目に遭うのかと思っていました。今日毎週毎週こんなことが思いつくで。
抜けました、はい、本ルート？なんとか、はい、あの道のないところを無事に通過しました。時間と距離を降りてください。待ってくださいね。行きますよ。11時35分、はい、距離は 9.7 キロです、はい、やりました。サラマありがとう。いやね、もう全然土のこ峠よりは歩きやすかった全然いや、こんなんかの県境の県境のふあの杭に出るまでがほんまにこっちでやってんのかなって思ったり、うん、分かったと思ったらあれこれどっちなんやろ次って思ったりはしたけど、基本的にね意外なぐらいしっかり踏まれてるいい登山道だった。はい、はい、なんとか合流しました。ほっ、残すは目指します。はいはい、しばらく舗装路を進みます。すごいいい、なんか田舎の風景。そうですね、ほらススキがね、うん、もう秋が来てるって感じするね。5分です。距離は、12キロです。はい、山里の駅に着きました。はい、入ります。はい、入ります。入ります。はい、入ってる、ここ。ああ、ここやな。はい、12時8分。はい、ここ入ります。はい、で、7時。はい、首里系宮山ハイキングコース、乗り口。はい。びっくりするくらいスムーズやで、我々の旅じゃないみたいなんでやん、ちょっと怖い俺もやったらできるね意外と傾斜きつい。おお、そして滑る。こっち登りでよかった。どうした、ほぼ終わった気で折ったもんやから、ちょっとギャップがなんで終わってんねん、すげえ傾斜やった終わってへんのかいって感じ。こっちの方が3あの標高高いねんぞ。ちょっと舐めとったわ、完全に舐めとったわ。舐めんなよでもあともう90メートルぐらい登ったら山頂へ。お見事。この生え始めのピンクのスズキが可愛いね。うん、あーケンピさんどれやろなあ。いやいい山やねこれやっぱね。うん、どこかに妙見山も見えてるはず。でもわかりません、どん点ですけどね。ここに あの辺やな、お風呂。あーはいはい、あれね、おー、うん、石の動物園まもなく、うん、いやーやっぱいい山やねこれね。いい、ススキがこんな綺麗になってると思わんかったね。どうした、あっちやろ、あれ、おう遠いがある、右側の筒の間があるの、はいはいはい、あそこ目がけていきます、右にガッと引っ張って、はい、すごいへぇこんにちは。ここから登ってきたんですか。そうです、ね、なんか蹄がついてるし熊か言うてあら、楽しそう、すごい大変やったな、あの発展の、偉い偉い、しんどいんかな熊も。そりゃそうやろたまにあるのにしやんとな。いや馬体がすごい大きいね。おー、はい食べないよ、ハハ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 ハ。人間が歩いたら埋もれますねえ、道があるんですね、このあるんです、これぞ獣道、うん、かわいいですね。あ、全然ゆっくりしてください。あはい、すごい、ね、
すごい蹄の跡が、舗装路に出てきました。まもなく頂上です。レーダー雨量観測所やて。あ、そうだ、覚えとったね。いや、書いてあった。いやいや、ここにあるって言っとったやん。私、鳥があんのも覚えてなかった。時刻は12時53分になっております、はい、距離は 14.5 キロです。わあ、なんかすごいね。こっちから登ってくるの初めてやからな。なんかこっちからの方が正しいんちゃうんかっていう気さえもしてくる。ほら、なんかね、うまいな。でも、あ、舗装路がこっちにあるから。あ、そういうことか。登ってくんな、こっちから。妙見、ここやって、うん、あれやで、あの奥のやつやね。あれか、あ、三草山、あれが奥か、えらい奥なんやな。六甲山、あっちか。あ、え、でも鳥居のあそこっていうことは、あ、そうか、うん、あれ、こっちちゃうんか。こっちやで、うん、有馬富士、うん、はい、おそらく50山登場しました。第27段ミヤマタッチ。エンジリを食べてます。こんにちは。ああ、ここに道があるんだね。あ、こっちがね。ああ、谷さんはね。三角点ってどこにある？三角点、三角点はね。すいませんね。すいません。これはもう人工の山なんですよ。ああ。神社として使ってますんでね。はいはい、ああ。造成してるから。で、本来の山頂は。すいません。これタイルのありなんですね。へえー。ここ。と。これは、ここは神社の社殿なんですよ。これは上の岩の御神体なんです。おお。これ神社の境内。ほう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 。もともとの山はここだった。それで神社をお作りになった時に、はい、木造の社殿はあれやからということでこの土偶にしたんですよ。この一帯は全部個人の私有地なんですよ。大岡信栄さんの土地なんです。ありがとうございます。今はここは入らないけど、すいません。それでは、はい、関西か大阪五十三第27座、はい、やりました。普段は感想です。ご神体だそうです。人工的に作った山であれだそうです。いや、丁寧に教えていただきました。ありがとうございました。ここ三角点でした。普段は入らないでください。ここから出てきたんやったっけ、最初。うん、そうだね。帰りはまっすぐ行きます。今日は大馬さんにも会えたし、うん、楽しかったね。帰りは歩道ので駆け下りております。はい、いい山やったね、三山。いい山やろ。眺めがいいね。秋おすすめやね。おお。すすき山やったわ。おお。曜日。見に行く？見て。バイバイ。繋がれてんのこれ。あ、繋がれてんの。ああ、繋がれてるね。うん、リアマ？え？あれが生まれ、あれリアマ？リアマ。リアマ。ちょっと。ちゃうやろ。ここは基地やったんやな。
でも蔵ついてないから、うん、あの子だけなんちゃう従えていけんの、うん、結構ヒーコラ言いながら登ってきたんですけど、これで駆け下りたら一発でした。むっちゃ楽ちんこの道あ、グラスホッパー大阪宮前入り口やって、あそこの大間さんに行く道なんやこれ。なるほど、うん、でもこんなん前なかったけどな。あ、できたんじゃ。前来た時に、今度書いてなかったやろ。看板新しいもんね。うん。楽ちん。僕は、13時44分。はい。距離は18キロです。はい。あ、うまいことぐるっと戻ってきたね。道の駅にまたやってきました。はい。はい、2時になりました。おスタートからまもなく6時間ですね、はい、到着です。本日のゴール瑠璃渓温泉、距離は 19.3 キロです、はい、いかがでしたかね今日の旅は。お、よかったね、迷いなしでね。はい、どうぞ大阪五十山、第26座剣筆山、はい、そして第27座美山、はい、そして本日の迷いゼロですテレビドラマ見すぎですね非常に楽しめたいいコースでした。それでは皆さん、またね。何ですかこれは。うなぎかば焼き御膳じゃないですか。はい、うなぎかば焼き卵とじ。浜田の龍一さんです。来ました欲張りセット、うん、旅館です、うん、これはやばいな、うん、このか、うん、やっぱ旅館3000円やからねこれプラス200円したらね、お吸い物がね、うどんになるらしい。ええやありませんよでは早速、なんかすいません贅沢セット。いやもうね、こういう口で来たからね、うん、ちょっといただいてみたいと思います。わさびがちょっと多かった。こういう旅行みたいな久しぶりでね、楽しいねうなぎも美味しかったよ。うなぎだいぶ食べられました。ありがとうございます。いや、待て。